一番僕は腹立つ日本の名字は読み方が一緒なんだけど書き方が違う。そして聞くだけでメールするときは変換どうすればいい？変換どうすればいい？これはちょっとプラスアルファバージョン、ちょっとなんかノーマルバージョンとレアバージョンみたいな感じなんだけど、ビール、クラフトビール、ちょっとおしゃれな小じまいなんだけど、これはもしかしてなんかローソンとナチュラルローソン的な存在だと。ちょっとおしゃれ、ちょっとオーガニック風な小じまいなんですけど、でもこれはなんか2つなんですけど、なんかたまに3つバージョンあるでしょう。サイトとか。サイトの3つバージョン。今回はノーマル、レア、スーパーレアみたいな、少しどんどんなんか上品になっていくでしょう。ちなみに僕の妻の名字はサイト。サイト。でも20年前に、義理の母がもともとこうだった。こうだったんだけど、区役所に行って名前を変えました。シンプルな。なんかまるで将来に自分の娘が外国人と結婚するだろうかのようにシンプルにしてくれました。今僕はなんか全部なんか区役所の住民票を発行してもらうためにもう10回くらいこのサイト書く必要があれば大変でしょう。なかなかこのサイトのままだったらなかなかこの東京コメディバーの連帯なんか保証物件の契約の偽造証明はなかなかできなかったでしょう。言語が好きな僕のにはこの英語にするときは同じような、 なんか段階も表現したいんですよ。これはサイトは多分おそらく地味なサイトでしょう。普通の SAITO 普通のサイト。でもどうやってこのプラスアルファさを表現する。やっぱり H 大谷の H ちょっとだけ上品さが出てくるでしょう。でも最後になんかプラスアルファプラスアルファ表現するにはやっぱりもう少し上品さを出してなんかフランス語にした方がいいかなと思いました。ボンジョー、私は斉藤。このネタを自分の斉藤の妻に説明した時にじゃあそのロースナチュラルロースの例えやろうと思って結構怒られた。これはなんかロースナチュラルロース、つまりこの地味なサイトは100円ロースになるわけなので、これは絶対やらないでくださいと妻に言われたんだけど、だから今回はコンビニじゃなくてローソンじゃなくて今回はまあ誰でも分かるような牛丼にちょっと説明したいと思いまして、多分その地味なサイトはまあすき家、普通に誰でも入っていいようなまあ美味しいすき家でいいんだけど、ともう少しパワーアップしたサイトはまあお味噌汁がついてくる松屋。そしてそのプレミアム一番ベストな牛丼はもちろん松屋銀座。一番おいしい、世界の一番おいしい牛丼でしょう。うん、ちょっと新しいスタイルを試してみました。